続いての客は元ヤクザの牧師新藤達也。獄中でキリストの教えに目覚め、覚醒剤中毒から生還を遂げた牧師。この本なんですが、はい、こちらに書かせていただきました。極道牧師ってことは、すみません、これちょっといいですか。はい。ってことはもしかして新藤さん、はい、昔ヤクザ、はい、すみません、入り口に暴力団関係者の方ダメだって書いてませんでした。なかったですね。今日は何を売りに来たの。はい、人生のやり直し方を教えに。そろそろ見つけたいところだったんです。あれですか。ありがたき幸、もうありがたい、ありがとうございます。いいじゃん、いいから、これ取っといてください。で、私の場合は刑務所に3回入りまして、覚醒剤中毒者で、そこから立ち直ったということでですね。覚醒剤で3回行かれたんですか。はい。ああ、そうですか。で、売人でしたか。売人でしたか。これ本当に放送いいよって。これでも本当の話なんだもんね。そっから今はこう合成してるってことですもんね。はい、そうですね。よくでもほら、はい、ヤクザ流のこの刑務所の過ごし方、刑務所の中どうなってんだとか、っていうのはあるじゃないですか。はい、そうですね。留置場の中は特にですね、シャバの延長のようなところがありますから、まあヤクザの人間はちょっと特別に、まあタバコを吸わせてもらう時間があったりとかは。本当？まあ昔の話ですから。昔ね。はい。で、キリストの世界に。はい。独居房の中で聖書を読んでキリストに出会って、もうこの世界から足を洗おうと決めてから。勤め方がね、変わってきましたよね。1回目2回目っていうのは全くそういう気がない。ありませんでしたね。これ覚醒剤ですか。はい、覚醒剤。でもやめられるんですか。僕はね、その、キリスト依存にならない限りは、何か依存は違う依存にならないと僕はならない、治らないと思うんですよね。新藤さんは薬物依存からキリストへの信仰で生まれ変われたのである。で、一つ頼みがあるんですけど、はい、僕のね、知り合いでね、どうしてもっていうのはね、一人ね、マーシーっていうのがいるんですよ。本当に申し訳ない。僕はね、本当にね、どっかでお会いすることがあったらね。